はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ。待って、ダラダラジオだ。第270回でございます。最近さ、このダラダラジオがさ、舌が回らないことが多くてね、結構 NG にしちゃうんだけど、このまま上げてるな、きっとな。まあいいや。でね、今回は凡人だけど、凡人だからっていうテーマで話していきます。で、あとは2019年どんな1年になりそうなんていう話もしていきますので、よかったら最後までお付き合いください。はい、ということで、まあ、最近思うことがあってですね、まあ、去年あたりから、いろいろね、こう、お仕事の話をいただいたりとか、まあ、なんか人と会うこと、他業種ね、全然違う業種の方とお話をさせてもらったりとかっていう機会が本当に増えて、そう、まあさ、ありがたい話なんですよ。塾講師やってたらさ、あのままね、辞めずに続けてたら、こんな出会いはなかったろうなとか、こんな仕事もらうことなかったろうななんてこともいろいろあって嬉しい限りなんですけど、このね、このテーマに変えた凡人だなっていうのをね、すごく痛感するの。こう、別にさ、みんなからね、こう動画を使ってくれてる方、特にこのダラダラジオをね、聞いてくれてる方っていうのは結構こうコアなファンの方が多い印象があって、そう、だから、割と、ハイチっていう人間をさ、評価してくださってる方もやっぱ多いわけですよ。で、そうなんだけど、まあ、それは本当嬉しい限りだよ。ね、お褒めの言葉いただいて嬉しい限りなんですけど、まあさ、自分のことはやっぱ自分が一番わかってると思ってて、こう変に卑下してるわけじゃなくてさ、俺、本当にね、つまんない人間なんですよ。つまんない人間って言い方あれだけど、凡人なんですよね。その、やっぱ YouTube 始めてから、すごい人、なんかね、もうなんていうの、才能って言い方なのかな。まあ、まだもちろん努力もあるんだけどさ、そういう何か一芸に秀でてる人にをたくさん見すぎちゃって、余計にね、そう感じるんだよ。で、自分が学生の時、中学生、高校生、大学生もそうだね、の時、まあ、みんなもさ、学校とか行ってて、こう、なんかさ、この人持ってんな、みたいな人っていない？あ、すげえなっていう。それは別に顔が、外見がとかさ、そういう問題だけじゃなくって、なんかもう突出してるものがある人っていると思うんだよ。少なくとも一人は。そういった人とさ、比べると、自分って何もないなって思うことってありません？ ないかな？なかったら、なんか俺すげえ一人で寂しいこと言ってる感じになっちゃうんだけど、この放送。でもね、すごく昔からそれを感じてて、自分は。なんか、ふざけたこととかもできないし、そう、人を笑わせることも全然できないし、で、変に真面目なのよ。自分で言うのもあれだけど、なんかルールを破ることとか、変なこととかがあまり得意じゃなくって、まあ、無難に生きてたいみたいな タイプでね。で、やっぱ YouTube 今やっててさ、で、まあ、YouTube だけじゃないと思うんだよ。テレビとか、そういうなんか、こう、風潮としても全体的にある風潮だと思うんだけど、やっぱり高学歴ブームというか、特に東大ブームかな？があるので、割と、今 YouTube で勉強動画というか、そういう話？授業だけじゃなくって、勉強に関する話とかされる方でも、やっぱ学歴を推す方ってすごく多いんだよね。でもそれが、一概に悪いってわけじゃないんだけど、まあ、自分はちょっと個人的にはね、危惧してるところはあるんだけど、まあ、それはちょっと別件なんで、別で話します。そう、だけど、だからこそ、まあ、自分はね、全然そんなめちゃくちゃ頭がいいわけじゃないから、そこでもさ、まあ、言ってしまえばちょっと中途半端。だから、いろんな面で比べて、人を笑わせることとか、その頭の良さとかもそうなんだけど、ない、なんか、物がないというか、も、そのね、物がないっていうかさ。で、いろいろ、まあ、お仕事の話をいただいて、ちょっと詳しい話はね、言えないとこがあって申し訳ないんだけど、それでも、ないからさ、そういう引き出しがないというか、だから、お仕事の話をしてる時も、こう、じゃあこれで行きましょう、みたいなのが即決できない。そう、なんかないかな、自分の中になんかないかなって、必死に引き出しをいっぱい開けて、で、やっと見つかって、じゃあこれで、みたいな感じのことが多くてさ、すっごく痛感する。去年からこれめちゃくちゃ感じてるんだよね。自分の凡人さ加減を。
で、おそらく、まあ自分も塾講師やってた人間だからさ、まあ学生のみんなといろいろね、相談乗ったりとしてたし、で、今もいろいろ相談乗ってね、相談をいただくからさ、話聞いてると、自分に何もないみたいな感じで悩む学生ってやっぱ多いんだよね。で、それって今自分がこう感じてる悩みとすごく共通してるとこなんだろうなと思って、で、まあ、なんか、どっかいい機会があれば、こういう話をしようかなと思って、まあ今に至ってるわけなんだけど、で、まあそれが凡人だけどって部分なわけ。そこが、凡人だけどって自分をね、こう下げてる感じ。でも、だけど、凡人だからっていう風に切り替えるように、去年1年間かけてすごく思っていて、まあまだまだ切り替えきれなくて落ち込むこともたくさんあるんだけど、自分がさ、まあ、俺だったらハイチって人間が、もちろん凡人で何か秀でてるところがない、あるわけではないんだけど、でも、だからこそできることがあるというか、その、例えば、なんつうのかな、まあ、ネット用語ではバズるってやつかな。なんかすごいこうさ、例えば、なんか一点ですごいこう、ことができると、わーってやっぱりこう、評価されたりとか、バズったりとか、こう、話題になったりってするんだよね。そう。でも自分はそういうのが本当にない。できないタイプだから。だけど、じゃそういう風にはなれないし、自分は発信力があるタイプでもないから、そうではないんだけど、でも、例えば、すげえ頭の、難しい問題とか、頭のいいとこは、なんだろう、できないんだけど、でも、基礎的な内容っていう、を、すごい噛み砕いて教えるっていう。わかりやすく教えるっていうところに関しては、そこはやっぱり負けないっていう自負があるし、そこ負けたら何も残んないよみたいなふうに思ってるからさ、そこはこだわってるところだしね。で、なんていうのかな、すごい、こう、難しいものをボンっていうのはできなくても、誰でも教えられるじゃん。基礎的な内容って言ってしまえばさ、別に誰でも教えられることだけど、それをよりわかりやすく教えたりとか、で、あとは、自分はやっぱり子供たちとか学生のためにっていう気持ちはそこも負けないとは思うんで、まあ目立つところではないとは思うんだけど、そういったところ、だからみんなに対しても思うことは、みんながもしかしたら自分に何もないって思うかもしれないけど、でもみんな自身、その一人に単体で話すんだったら、君だからこそできることがあるんだよっていうのは絶対あると思ってる。それが今見つかってないだけであって、あなただからできることがあるんだよっていう。で、それは、自分はね、言い聞かせてる。あんまりね、強く思えないんだけど、やっぱり。思えないけど、でも、自分なんてって生きてるのって、やっぱりつまらないし、自分だからできることがあるんだよって。絶対あるって。そこは疑わずに信じていこうっていうスタンスで、入れるように頑張ってる。頑張ってるって言い方ちょっと間違ってるな。でもまあ、そういうふうに入れるように意識しながら生きてるので、まあ、去年1年支出、まあ、そう、結構ね、相当苦しいんだから、これに関しては。だから今年は、それがいい、まあ、苦しんだ分ね、いい花が咲くんじゃないかなと思っております。だから、まあ、何が伝えたかったかっていうと、みんなにも、まあ、取り柄があるというか、絶対その、花を咲かせる場所があるから、そう、何もないとか、いいとこなんてね、とか、思ってる方いるかもしんないけど、今見つかってないだけだって、そんなことないっていう。いうのはすごく伝えたいと思ってね、話しました。でね、あとね、その2019年どんな一年になりそうってやつなんだけど、みんなどう？今年、どんな一年になりそう？なんか、苦しみそうとか、まあ、受験だったりするとさ、今辛いだろうからさ、シュンってなってるから、特に人ってね、寒くなるとさ、冬季打つまでいかないけど、気持ちが下がりやすいんでね、もしかしたらそういう風にちょっと、シュンってなってる方もいるかもしれないんですけど、自分ね、これ話したかな、去年。その2018年とかさ、その年が明けた時に、最初に起きるじゃん。元旦に。その時にね、あ、今年多分こんな一年になるっていうのをね、感じるんですよ。感じるというか多分ね、そういう風に意識してるんだと思うんだけど、無意識に。で、2018年。これね、元旦起きたじゃんか、思ったん。これね、あ、今年一年苦労するって。多分苦しむって。思ったんだよね。それは多分気持ち的な面で。そうそう、悩むっていう感じ。で、まあ、多分そう思って、そっちの、自分がそっちのベクトルに向いちゃってるから、案の定苦しいんだっ
ていうことはあると思うんだけど、まあ、実際苦しいんだ。いや、去年ね、本当に苦しかった。一年が。もがき苦しんでた、結果。そうそう。でもね、いつもそういうのは思うんだけど、例えば苦しんだり辛いだろうなって思っても、最終的には苦しんでよかったって、頑張ってよかった、乗り越えてよかった、耐えてよかったって思うことができる自信はあるの。ごめんなっちゃった。あるから、それは心配してなかったんだけど、ただ、苦しむだろうなって思って、まあ、そんな一年だったわけ。で、今年ね、2019年あるじゃん。今年はね、起きた時に、あ、今年、多分大きく変わるなって思ったの。自分が。でもそれがね、どういう意味で変わるか分かんないんだけど、多分まあ基本的にそれとかポジティブに考えるようにしてるから、ポジティブな意味で、なんか大きく変わる気がするって思ってる。ね、分かんない。これが結論としては2019年今年終わった時にどうなってるか。やっぱそうだったよねってなってるのか、あれっつってなってるか、ちょっと分からないんだけど、そういう一年になりそうだな。まあ、なりそうだなっていうか、そう思ったんだったらそういう一年にしていこうって、まあ、そっちのベクトル向いてるからさ、俺がね。うん、していこうとは思います。なので、まあ、みんながね、今どう感じてるかわからないんだけど、さっきの俺の、ね、去年の俺の話じゃないけど、そっちのベクトルに向くとさ、やっぱそっちに行くよね。ああ、今年もうなんかつまんない一年になりそうと思ったら、多分つまんないことを拾っちゃう一年になっちゃうからさ。うん、だからできる限り、こう、プラスになる。自分みたいに苦しみそうとか、大変そうって思うけど、大変だけど、頑張ったら、プラスの方になるよって、最終的にはプラスにちゃんと発想を転換して、そっちのベクトルになるようにしながら過ごすといいなと思いますんで、まあ、ぜひぜひ皆さん、まあ俺もそうだけどさ、お互いね、いい一年にしていきましょう。はい、ということでね、まあ、今回はこんな感じの話をさせていただきました。まあなんか伝わるといいな。ちょっとネガティブなね、内容にはなってるんだけど、でも伝えたいことはポジティブだし、自分自身もポジティブに感じてることなので、まあお互いね、こう苦しむこととかもあると思うんですけど、本当にね、さっきも言ったようにいい一年にしていきましょう。では、今回はね、ハイチのダラダラジオ第270回、凡人だけど、凡人だからというテーマで喋らせていただきました。今回もね、最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。では、また来週ね、何か喋っていきますので、よかったら、また聞いてみて、最後に噛んだ、聞いてみてください。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。